皆さんこんにちは、ミガミッツです。マキナです。今日はですね、まあ何をやるかっていうと、なんでこんな、なんか緑豊かなのね。まあ公園でオープニング撮ってるんだけど、これから、房総、千葉県をちょっと紹介したいんで、みんなに千葉を知ってもらいたいんで、草野駅を、まあ回ります。で、今日のタイトルはすごろく草野駅の旅ですね。また例のシートがあるんで、なんかやってるぞなんかやってるぞ。すごろく草野旅、これまたこれ見たことある。これをちょっと開けてもらうと、草野駅っていうのがね、別にあるんですよ、はい、その草野駅を回っていこうと。ただ全部はさすがに回れないので、ここならサイコロが入ってるので、サイコロを振って、まあ、出たままっすぐ進んで、まあ、そこで、まあ、千葉の名産品みたいなのをちょっと買って、まあ、紹介して、まあ、皆さんに千葉県を知っていただこうと、まあ、ただそれだけの旅です。で、全部でこれ確か12個くらいしかないんで、草野駅って6とかが出るとすぐ終わっちゃうから、一応今回特別ルールとしてサイコロの456は123、4は1、5は2、6は3というところで回っていくと多分いい感じになるかなと、まあ、なるべくね、いっぱい紹介したいんで、まあ、そういう風に秋葉原とかあるんだけど、そうだ、決して房総ではない。そう、なんかね、調べたら、あ、ここに全部出てくるって調べると、はい、草野駅で調べると、はい、これ全部出てくるんだけど、秋葉原があるのよ。謎っすね。秋葉原の場合は、ちょっと一個だけ止めて、電車で行くんで、はい、なるべく秋葉原、俺が行きたくないっていうのは、ちょっと地理的な問題で、秋葉原と、あとね、成田まあ、ちょっと行くときついかなっていうところで、ね、ここスタートで、順番はもう決めてあります、はい、あっち行ったりこっち行ったりしないように、そこ回る感じ、はい、で、最後が栗山草野駅というところで、ゴールになります。で、まあ、ちょっと余裕があったら画面の端あたりにこう千葉県のあの地図出して、カソリとかって分かる？貝塚のそう、カソリ貝塚だったんですか。須賀、うん、草刈り場のとこ分かる？知らないです。そう、市原、へぇ、市原とかって言っても多分分かんない人いっぱいいるから、横とか全然分かんない。そうそうそう、あの地図出して、なんかポコって余裕があったら編集で貼ってきます。この秋葉原もちょっと分かんない。秋葉原はちょっと分かんない伝説の地下なんだ。そう、秋葉原はカタカナだった、本当に。マジで、まあ、漢字じゃなかったから。グローバルですね。というわけで、じゃあ早速、サイコロの方を、マキナちゃんに打っていただこうと思います。で、1が出たらカソリ、2が出たらヘリエ千葉で、3が出たら草刈り、はい、で、4、5、6と、はい、うん、いう感じになるんで、はい、じゃあ早速ね、サイコロの方を打っていきたいと思います。ちょっと近づいてみて。そのまま開けてもいい、開けてそれでもいい、開けてそれでいいよ。それがめんどくさい。さあ、振っております、振っております。でん、開かない。1、いきなり1ですね。じゃあ、カソリ1なんで、カソリ草野駅に、行きたいと思います。じゃあ、これから出発します。はい、じゃあ、草野駅カソリですね、はい、到着して、はい、で、着しましたが、ここは一応ね、あのパン工房っていうのが併設されてんの。で、うん、どうする、何買うっていう、まあ、一品くらいなんか千葉の名産品を買って丸つけて、はい、次のところへ行きましょう。ちょっといろいろ見てみましょう。そうだね、じゃあちょっと中、はい、入っていきたいと思います。
ピーナッツの主食品、いちご。おいしい。おいしい。うん、ホワイトショコラもあります。ピーナッツなんでしょ。うん、なんか外にチョコみたいのがついてて、で、中はなんかカリッとしてピーナッツ入ってる。なるほど。うん、あ、こっちもちょっと他のとこでもありそうなんで、ここではちょっと別のを買ったんで、そうそう、かわいい。それを食べていきましょう。はい、はい、じゃあここではね、このコンヨーっていう、なんかこれお餅みたいなの、さつまいもと、これあのお店の人は和菓子って言ってます。和菓子、さつまいもと多分お餅、牛皮でさつまいものあんを包んでるというものをちょっと買ってみたんで、これを、食べていきたいと思います。カソリ限定で、もう一個ね、なんかカソリ限定でなんちゃらプリンみたいなのがあったんだけど、それはなんか金曜日に入荷して売り切れてました、はい、なんで今回はこのコンヨを食べていきたいと思います。いただきます。よし、これもカメラを片手に。無理はいくらですよ。ああ、なるほどね。おお、伸びる。さつまいもの柔らかい甘み。ああ。好きです、私これ。美味しい。女性は多分好きだと思う。なるほど。俺の分も。開けちくり。はい。はい。そのまま。ピカミックスの貴重な食事シーン。そうではないけど、あ、美味しい、確かに、ね、うん、あ、さつまいもの味がするね、うん、で、なんか生クリームって書いてあったんだよな。だから、あの、あれですね。ね、そう、あれあれ、モンブラン的なののさつまいもバージョン。なんかね、知ってるの、すごい知ってるの。いや、まあそうな、そんな感じのグルメレポートでした。スイートポテト、スイートポテトのお餅バージョンだよね。だからスイートポテトのお餅バージョンです、うん、そうそうそう、餅に包まれたバージョンですということで、はい、じゃあ二野駅、はい、カソリですね、行きましたので丸していきましょう。はい、じゃあ次の目的地。風がすごいね。そういう、こういうサイコロなんだみたいな。俺としてはね、2が出てほしいんだよね。で、4、だから1しか進めない。これ大丈夫？1なんで、千葉、宇佐野駅。これ駅の中に、え、千葉なんかにあるの？そう。へえ。多分普通のあれだよね。こういう、なんていうの、こういう感じの、宇佐野駅じゃなくて駅中にあるやつなんで、まあ売り場だよね、多分売り場。売り場だと思うんで、まあそこはサクッと行きましょう。はい。じゃあペリー千葉の宇佐野駅に出発しまーす。イエーイ。待ってろよ、ペリー千葉。